After 6 weeks of recovery, Shida and Nami Matsuyama were unstoppable when they set foot in Bali, stomping their way to victory at the Indonesian Masters. そうですね、プレッシャーに感じることはあまりなくて、1周目は自分たちより上のランクの人とやることができなくて、もう周りからしたら多分勝って当たり前の状況だったので、そこをしっかり勝てたのは良かったですし、2周目に入るときにプレッシャーというよりはやっぱ前週優勝してるから勝ちたい気持ちと勝たなきゃいけない気持ちといろいろありましたけど、プレッシャーにはあまり感じずに、やっぱ優勝は目指していましたけど、目の前一戦一戦っていう形でずっと挑んでました。一人は私と同じ年の子がいて、ジュニアの時から結構やり合ってる子で上手な印象はあったんですけど、まあ、その相手の試合、前の試合とかを見ててもすごいレシーブとかでなんか試合を作るのが上手な印象があって、それをこう、まあ、機能させなかったのですごいいいパフォーマンスができたと思うんですけど、やっぱり私よりもそのなんていうの、技術面、その上手なところがたくさんあったので、すごい、まあ、やっている中で私もこういうのやってみたいなとか、そういうのはたくさんあったかなと思います。 In the second week, Matsuyama and Shida met with more formidable opposition in the Indonesia Open final. ポリさんたちはもう本当にずっとやりたくて、オリンピックの金メダリストっていうのもあって、今回インドネシアの大会で絶対やりたいって思っていて、本当に2大会目はポリさんたちとやりたいって気持ちでずっと試合をやっていて、決勝でやっと試合ができた時は、やっぱ勝ちたい気持ちが大きくて、それプラスやっぱ上手いので、その球にこう惚れながらもすごい試合を楽しみながらできて、やっぱ最後は勝つことができたので、なんか本当にいろんな感情、相手にも本当リスペクトもありますし、本当に試合できて嬉しかったなって思います。 And they've done it. A second title in 2 weeks. A hat-trick of titles was on the cards as Matsuyama and Shida qualified for their maiden HSBC BWF World Tour Finals. 絶対に負けられないというよりはやっぱリーグ戦なので、なんか少し気持ちはこう 緩むというより、なんかほぐれる感じな気はしてたんですけど、やっぱり1位上がりと2位上がりでは違うって分かっていたので、そこはもう一度気を引き締めて挑んでいたかなと思います。そうですね、このそのファイナルの前の2大会でずっと韓国ペアとはやらずに優勝していて、と唯一勝ったことのない、その出てる選手の中で唯一勝ったことのないペアだったので、やりたくてやりたい気持ちと、そのペアに勝って優勝したい気持ちとすごいあったんですけど、それが少し裏目に出たというか、勝ちたい気持ちが先に行き過ぎちゃって、それでやっぱ決勝の舞台では自分たちのいいプレーもさせてもらえず、本当に相手のいいようにやられてしまって、なんか自分たちのプレーができなかったことも悔しいですし、その決勝の舞台でそういうプレーしかできなかったことが本当に悔しかったので、あのペアにやっぱ一度は勝ちたいですし、そのペアともう一回やりたいです。With titles and match wins comes fan support and media interest. Matsuyama and Shida are just getting used to the attention, which they will use to motivate them to more success. やっぱり私たちがファンの皆さんにできることは勝つことであって、やっぱ勝てばファンの皆さんも喜んでくれますし、それでしか恩返しはできないと思うので、皆さんの応援を借りながら頑張りますので、これからもよろしくお願いします。本当は同じになってしまうんですけど、やっぱり勝って喜ぶ姿を見せ
ったことがやっぱりみんなも喜んでくれるのかなって思いますし、やっぱ最近そのなんか日本でもニュースで取り上げてもらったりして、こう親からもこういろんな人に声かけてもらえるよとか、なんかメッセージをいただいたりして、それがすごく嬉しくて、やっぱりなんか私たちにでもこう感動だったりとか、こう勇気を与えられているんだなっていうのがすごい嬉しかったので、やっぱ来年もっともっと成長する姿を見せて、こう誰か一人でもなんかこう何か感じてくれる人がいればいいなって思ってます。